どうもこんにちは、ジルです。今回もマリオカート8デラックスやっていきたいと思います。さあ今回がパート376ということで、さあ今回もオンラインレースをやっていきましょう。さあまずはツアーロサンゼルスコースからですね。ということで今回もレート2万を目指して頑張っていきましょうか。現在は12,745ですね。12,745まで来てはいるので、まあ、とりあえず今回もレートを上げながら頑張っていきたいと思います。まあ、最近マリオカートはちょっとゆったりとね、やってるつもりなんで、まあ、そのつもりでよろしくお願いしますよ。おいー、待て。落ち着け。なんかよくわからん。ちょっと待って、緑コーラ熱く続けられてるんだけど大丈夫か。さて、ロサンゼルスコースは新潟県の県民駅もするんだけど、これは決まってるんですかね。取り付け。やべ、もうちょっと待って、結局ぶつかってくるんだよ、本当に。なんで？ちょっと待って、緑コーラ食らいすぎ、本当に。待て、なんで跳ね返りで当ててくんの？そっちの方が余計むずいと思うんだけど。もう。なんかさ、たまに異様にうまいやつがおるのはね、何なんだろうね、本当に。いけ。いけ。こうして、頑張れ。待て。OK。とりあえず4位まで来れるか。待って。全然来れてねえ。OK。やべえな。いけ。これでガードはできたのか。ファイヤーで。ファイヤーだよ。いけ。やべ。ちょっと待って。今7位です。8位。やべ。ちょっと待って。せめて、半分は行きたいって。待って、テレサなのここで。待って。うわっ。ラストでこれなのこれ。やべえよ。OK。でも攻撃はかわせてるよ。頑張れ。おー、6位。危なかった。マジでちょっと。うわ、これでプラマイゼロなん。わ、せめて1ぐらい超大よ、マジで、これは。さあ、次。ゲームキューブヨッシーサーキット。さあ、ここやるのもちょっと間が空いたかという感じでしょうかね。まあ、頑張っていきたいと思います。さて、しょっぱなキノコを引けるか引けないかで、これ大きく違うのは何なんでしょうかね、これは。やべ。待って、その読みは分かってた。OK。緑コーラ当てれたぞ。まあ、でも今、待てよ。なんであいつ生きてんの？あ、待って、なんか赤コーラ通りした。危ねえ。まあ、これで、なんでこっちに向かってくんの？やべえよ。ちょっと待って、マジでやばいよこれは。ちょっと今7位か。待って、ちょっと頑張ろうぜ。うわー、ちょっと当たり判定が。待って、せっかくしょっぱなキノコ言ってたのに、これじゃあんま意味なくなってるよこれは。待って、やべ、キラーが来てるよ。危ねえな。 OK。 わー、トゲゾウはいらねー。なんでここにトゲゾウ来るんだよ。待て。ああ、まあシングルで我慢したけど、OK、キラー引けたぞ。頑張れ。いけ。待て、変なところで終わりがちだからな、こういうの。お、結構いいの引けたかも、これは。しかも取れてる。待って、1位とそれほど差がないのが心配だ、これは。いけ、前に投げろ。いけ、もう一つ投げろ。どうだ、OK、ヒットしたぞ。やべ、こっちも来てる。だったら意味ねえな、これは。待って、そういうところがどんどん順抜かれていくんだけど。うわ、ラストに赤。ラストに赤？やべ、待って、てか、なんか聞いててんだけど、どういうこと？やべ、なんで？意味不明なんだけど。てか待って。
いやー待って、ビリが遅いだけかい。それだったら実質ビリと同じよ。さあ次ウィーレインボーロード。さあウィーレインボーですね、なんとか頑張りましょうかね。ここも最近やったかと思いますけれども、危ねえな。よし、実はもうこことここはもうあまり部屋変えてないんで、あえてちょっと今回はあえて部屋変えてません。そして頑張れ。ルーってちょっとライバルが一人増えたかという感じだけど、待って待てよ、やべ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 、危なかった今のは。やべえよこの状況は。待て待て、意外とみんな詰めてるね。行け、そういう時はパックフラワーよ。行け頑張れ。うわギリアイテム欄か。まあまあまあ、ルーティックだからな。もうなんで発動するんだよここで。行け、赤かよ。最悪だと思ったら、待て待て待て、加速に乗れてない、加速に乗れてない、危ねえ。やべえよこの状況は。うーわ、待て、ここでコインを取ろう少し。オッケー、待て落ちて、お待って、でも言うてこれか。わあ待って落ちちゃった、やべえ。待って順位上げたいところがもうもはや下がってんだけど、さあ使うために、待て大変なことが起きてるかもしんない。ひょっとしたら、待てやべえな。いや待って、なんかタロン落とすぎじゃね。まあ待って、パワフルなキノコのせいで相手の好きな人が取れなかったんだけど、やべえって。さあファイナルラップ突入、待てよ残り1周だよ。てか待って、マジでカロンが遅すぎるんだけど、どうした。もはや今回のなんだろう、やべえ、ちょっと待って、あんま考えないようにしようか。いけ、この状況でまたスター出たんだけど、やべえ、もうなんでキラーしててないの俺は。やべ、あいつ止まった、あいつ止まったのに、やべ、もはやどんどんスピード上げてきてるの。まずいな、この状況。待って、待って、せめて帰って終わりたくねえよ。いけ、なんかいいもの、待って、なんでまたこっちが先なの？ねえ、なんでこっちが先なんですか？こっちの方が圧倒的に不利なんだって。待って、せめてこいつ勝て。あっ、ガッツァー、どうだ？ 9 位。結局論かよこれは。てかサンダーのタイミングも遅すぎるし、なんでなんでなのかがさっぱりわかりません。うーん、はい、マイナス17、やっぱりカロンカロンだったんだ。今回ラスレース、マリオサーキット。さあ今先ほどのレースから俺ずっとね1時間ぐらい潜ってました。だって先ほどの3レースでマイナス41なんで、ちょっとここでね裏でちょっとレートを上げとこうかなと思っていたら、もう上げようと思っていたら逆にね下がり続けています。そんなことはある。今12,680ぐらいなんで、なんで今マイナス60ぐらいです。そんなことありますか。だってさ、上げたいんだったらちゃんと上げればいいんだし、だってさアイテム運が悪すぎるんだわ全体的に。本当にまあでもね、ちょっとこればかしね、ちょっと1時間もあんまりねかけたくないんで、はい、でねこれが本当に最後のレースにしたいと思います。言うて今ちょっと今めちゃくちゃ調子いいよ。今調子いいの本当にたまたまだけど。オッケー、やべ、せめてアイテムは集めたかったよ。オッケー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 オッケ
でね、待て、こういうシーンが怖すぎるんだわ。オッケー、いいよ、頑張れ。でも迎えた時にこれ使えばいいや。待て、今の状況はかなり危ないね。待て、これ使ったら相手がコインになる可能性ある。おや、あ、待て、これちゃんと防いだあれだ。本当にはそうだけど、待て、あ、あいつに来る可能性がある。やべ、ちょっと待って、俺になすりつけてくんなって、最悪だ。ちょっとなぜ俺を巻き添えにした。やべえって、ちょっと待てよ、かなり危ないって。いけ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 、待て、このまま耐えてくれ。3位だ、あぶねえ、マジであぶねえんだけどこれ。はい、プラス13。もうほら、もう今回どんぐらい下がってんのマジで。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。現在のレートは 12,693 ということで、52下がりましたね。今日は下がりまくりました。だってさ、最初の3レース取った時はもうあれでマイナス41に対して、最後はたまたま3位を取れたからいいんですけれども、なんかね、下がり方がエグすぎるんですよね。何が悪かったでしょうか。はい、ということで、じゃあちょっと分かった、じゃあ近いうち生放送しましょう。本当に近いうち生放送するんで、ちょっと頑張ってね、1位とかを狙って頑張っていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら、マジ？